見ましたか、今日の週刊誌。あの人気者のマギーが不倫ですって。これをセンセーショナルに報道したら絶対に視聴率出ますって。本当か？いいネタだが、今日のニュースはこれでいくか。あ、マギーってここの事務所だったのか。だったら、ほら、今後一切マギーの不倫問題にはどの番組でも触れないことにしよう。え、なんでですか？何を見てるんですか？昔のバラエティ番組が再放送されてて面白いんだよ。あら、マギーさんが出ていますね。そう、可愛いし毒舌で面白いのに最近テレビに出てないよな。そうですね、2018年のヒルナンデスレギュラーを最後にぱったりテレビには出なくなりましたね。実はそれにはマギーさんの性格の悪さや不倫が関係していると言われているんです。え、本当かよ。詳しく聞きたいが。ではマギーさんがテレビから干された理由を解説していきましょう。カナダ人の父、日本人の母から生まれたマギーさん。2008年高校の帰り道でスカウトされレプロガールズオーディションに出場し、見事ベストスマイル賞を受賞して芸能界デビューをします。その西洋的な顔立ちやスタイルの良さから多くの男性を虜にしてきました。僕、修学の時はカラコン入れるようにしてるんですよ。いい年してもうカラコンなんてつけても意味ないよ。ちょっとひどいですよ。さすがマギーちゃん、今日も毒舌が冴えてるね。マギーさんは美貌と毒舌のギャップから一躍お茶の間での人気者になっていき、多数のバラエティ番組に出演したりヒルナンデスのレギュラーを獲得するなど大活躍でした。しかし2017年1月、週刊誌フライデーによって不倫が報じられたのです。その相手は2児の父親であるハイスタンダードのボーカル横山健さんです。ずっとファンだったんだよ。そうなんですか？ありがとうございます。すごくスタイルいいね。ギターとか持ったらもう俺参っちゃうよ。ギター持たせてくださいよ。もちろんいいよ。やっぱりミュージシャンはかっこいいな。ちょっとうちのマンションに来ませんか？横山さんにギター教えてもらいたいです。本当にいいの？横山さんとはマギーさんがレギュラー MC を務めていたバズリズムという番組での共演がきっかけです。横山さんの猛アタックで不倫関係に至ったそうです。これだけではなく、実はマギーさんは横山さんと不倫関係にある間二股をしていたのです。この前のライブすごい盛り上がりだったよ。へー、歌ってるヤマトはやっぱりかっこいいね。やっぱり二人っきりで旅行するのっていいな。うん、普段は忙しくてあんまり一緒にいられないから、こうやって一緒にいられるの嬉しい。もしもし？マギーちゃん、今日会わない？ごめん、今日仕事忙しくて。そうなんだ、じゃあ仕方ないね。また今度会おうね。うん。今の人は？え、仕事の人だよ。あーん。その相手は以前より交際報道があったオレンジレンジのボーカルヤマトさんです。横山さんとヤマトさんの交際時期が数ヶ月かぶっていることから、マギーさんは二股をしていたのではないかと言われています。二人ともに共通するのはミュージシャンでルックスは微妙ということです。マギーさんほどの美女になると男のルックスにはこだわらなくなるのかもしれませんね。マギーが不倫してた上に二股だったなんて全然知らなかったぜ。こんな可愛い顔して結構えぐいことしてたんだな。そうですね、この不倫はフライデーが取り上げただけで、他のメディアではほとんど報道されませんでした。だからあまり有名ではないのかもしれません。そうだよな。こんなエグいことしてたら絶対覚えてるよ。でも、なんで報道されてないんだ？その不倫相手の横山なんとかってのがあんまり有名な人じゃないから。それもあるとは思いますが、一番の要因は所属していた事務所によるもみ消しが理由ではないだろうかと言われています。先輩、この記事見てください。マギーの不倫が週刊誌にすっぱ抜かけた？やられた。このままではマギーのモデルとしてのイメージが悪くなってしまう。働き盛りだし、しっかり稼いでもらわなきゃいけないのに。どうしましょう。大丈夫だ。ここは大手事務所のレプロエンターテイメントだぞ。こんな少しの不倫問題くらい簡単に揉み消せる。どうするんですか？各メディアに指示を出せ。今後一切マギーの不倫問題はテレビ、新聞、雑誌を問わず報じてはならない。もちろん本人からのコメントも囲み取材も一切なしだ。当時マギーさんが所属していた事務所レプロエンタテイメントは芸能界で力のある事務所バーニングプロダクションの傘下でした。その力を使い各メディアに対してマギーさんの不倫には一切触れてはならないと指示を出したのでしょう。
しかし、それによりテレビで報じられない分、テレビでの露出が減っていったということですね。なるほど。道義で知らないわけなんだな。そうです。報道を規制しなければ、ベッキーさんと川谷絵音さんのゲス不倫のように、連日のように報道されてしまい、最終的に芸能活動自粛にまで追い込まれますからね。レプロって事務所は芸能界での力を使って被害を最小限にとどめたってことなんだが。はい、確かにこの報道後マギーさんの好感度は下がりましたが、その後ドラマ精霊の守り人最終章では女優デビューを果たしたり、ヒルナンデスなどのレギュラー数本もしばらくは死守し続けることに成功しています。マギーは事務所の力に救われたってことなんだな。しかしドラマの出演はそれきりですし、数本のレギュラーも次第になくなってしまいます。テレビでの仕事は2019年にはほとんどなくなってしまったようです。その後の仕事にはつながらなかったようですね。もみ消した代償は大きいんだな。マギーさんが芸能界から干された理由は不倫だけではなさそうです。実は性格があまり良くなかったようです。僕ね、ほんまにびっくりしたことがあって、品川駅にいた時にあるタレントさんがサイン欲しがってる少年がおったんですよ。そやのにずっと無視して歩いて行ってしまったんですわ。めっちゃ感じ悪いなぁ思て、そんで俺の方に少年やってきたから代わりにそいつの名前書いたったんですわ。あの手の動きマギーだったよね。噂には聞いていたけど本当に性格悪いんだな。マギー最低。2015年、テレビで千原ジュニアさんの話したエピソードによりマギーさんイコール性格が悪いのではないかということが噂されていました。このエピソードは後日勘違いだと菊池亜美さんによって訂正されます。マギーちゃんはめっちゃいい子です。ジュニアさんが見た光景って一番ちょっと厄介な方だったんですよ。ダメですって言いながらずっとついてきてたんです。そうだったんだ。ずっとムービーを撮影したりするファンの方だったらしいです。なるほど、それは悪いことしたな。すまんなマギーちゃん、今度共演しようや。ちゃんと謝罪させてくれ。しかしこの菊池亜美さんのフォローが逆にあだとなってしまいます。ツイッターで千原ジュニアさんからサインをもらったという少年がツイッター上で反論をしたのです。僕はマギーさんに迷惑行為をしたこともありませんし、最初の1回目から完全無視でしたと、菊池亜美さんの言っていることとは全く異なる内容です。このことがきっかけにネット上では、マギーちゃんは潔癖だから握手させてくれない時もあるよ。私の友達マギーちゃんと写真撮ってもらった上にサインももらったって羨ましい。会ったことがあるけど挨拶もしないし愛想が悪かった。ネットの声ではいい対応をしてもらった人や全く無視された人などがいて、人によってかなり対応を変えていたことがわかりますね。また同業者に対しても当たりが強かったようです。マギーちゃんは美容のために運動とかしてるの？今は一切していないですね。まあこの年齢の時ってみんなそうなんだよね。でも今のうちから運動しなかったら絶対に無理だからね。25歳を超えてから基礎代謝を上げるためには運動しなくちゃいけないかもだけど、今の私は代謝があるから別にいいかな。せっかくアドバイスしたのに何それ、私が若くないってこと？またマギーさんは別の場面でも、私最近 T シャツとかの洋服作ってるんですよね。へえ、そうなんだ。売れなくなってきたモデルってすぐ T シャツ作りますよね。マギーさんは学生時代男子に混じってスポーツをしていたことから、ズバズバストレートに物を言うようになってしまい、収録中にたびたび共演者を怒らせるということをしていました。目上の人や同じモデルにも同じようなことを言ってしまい、業界の中では性格が悪いと有名だったそうです。山里さん、おぎやはぎの2人などの有名司会者もマギーさんが嫌いと公言しています。それも相まって次第にテレビから干されていったのでしょうね。やっぱり干される人ってのは人間性に問題があるんだな。これにこぎてしっかりした性格のいい人になってほしいぜ。実はこの後マギーさんはもう一度二股をしているとの報道をされるんです。また？その相手は K-1 王者のタケルさんです。マギーさんはフライデーにお泊まりデートをする姿を報道されました。二人は4日間連続のお泊まりデートをするほどべったりな関係でしたが、マギーさんが一般男性と浮気をしてしまい破局したそうです。あらら、人間本性ってのはなかなか変えられないもんなんだな。